小沢王国の崩壊ということでですね、本日久しぶりに佐々のあの YouTube 撮影やっていきたいなというふうに思います。はい、もう参院選もいいかなと思っている方、ただね、やっぱ小沢一郎国の崩壊だけはやっぱ触れないといけないなっていうまあそのレベルになっておりますので、はい、ちょっと触れていきたいなというふうに、まあ一番僕がちょっと衝撃だった、まあ、選挙区といいますかね、まあ、あの自民党の広瀬めぐみさんが立憲の木戸口さんに、語りましたよって2万票差ぐらいつけられた選挙区になっているんですけど、これ岩手選挙区で自民党が勝ったのがもう30年ぶりって、もう僕もうギャーってなってからも始めましたっていうね。確かに僕らは生まれる前。そうなんですよ。もうずっと勝ってたっていうところで、まあ岩手はもうね、まあ、小沢さんのもう影響力、だから小沢王国って言われたりしてるんですけど、あのそういうことで今知事、タスト知事っていう方とかも2007年からもずっと当選していて、野党系がずっと知事やっているっていうのがもう岩手県になっておりますし、で小沢さんもね、もう50年以上ずっと選挙勝ってきたんですけど、はいはい、まあ、2021年の衆院選岩手3区で、まあこうね、初めてこう比例復活当選、まあ、小選挙区で落選したっていうのが、まあ、前回の衆院選でもう衝撃を与えたっていう、まあ、そのぐらい岩手ではもう小沢一郎国だったんですよと。でその時ね、まあ、30代の、まあ、自民党の候補に負けたんですけども、その時のキャッチフレーズが政権交代で世代交代だっていう、こういうキャッチフレーズを使っていて、まあ、かなり、まあ、小沢さんのね講演会とかもだんだん高齢化してきて、まあ、ちょっとずつ影響がなくなってきてんじゃないかみたいな。でさすがに岩手でこの、ね、立憲の連敗、まあ、小沢さんの連敗は避けられないっていうところで、もうすごく力、もう危機感を感じて力を入れていたのにもかかわらず、今回自民党は勝ったっていう、なぜなのかっていうね、まあ、去年から始まってるってことね。去年もね、まあ、もともとちょっとずつ影響力弱まってんじゃないかっていうふうには言われていたんですけどもよ、こんな強いこう岩手県ってなんでっていうね、まあ、大体情勢調査とかでも基本的に木戸口さん勝つんじゃないかって結構もう中盤までは言われていて、で最後広瀬さんがねこうまくってったっていう感じなんですけども、まあ、ちょっとね紹介していきたいと思います。はい、じゃあまず市区町村別にね結構まあこのエリアは自民党強くて、このエリアはなんか、野党系が強いみたいなのあったりするんですけど、まず33の市町村中ですね、29が、まあ、広瀬さん勝ちましたと、ほぼ勝ってますと。ほぼ勝ってるのに僅差は僅差だよね。僅差は僅差、まあその木戸口さんが強いエリアみたいなのがありまして、まあ、奥州だから花巻とか、これあの小沢さんの岩手3区のエリアになる。あ、もう小沢さんのゴリゴリの、じゃあもうそこがボロ勝ちしてるからギリギリなんだ。そうだから王国中の王国はもう本当に、ただ今まではもっと話してたのにちょっとあるっていう、ああそういうことね、その話し具合もちょっと違うっていうとこがあったりとかしてますと、うん、はい。一方岩手2区に関しては結構自民党が強いエリアになってまして、あの鈴木財務大臣が今いる選挙区になってるんですけど、でお父さんがあの鈴木善光さんっていう、総理大臣だった、あそうなの、はい、そうそうそうの息子だからもうめっちゃ強いですよ、ね、もう総理の息子のエリアも強いです、はい、だそんな感じですと。で注目だったのがもう一番人口の多い盛岡市、盛岡市をどこが取るのかっていうのは注目だったんですけど、こう広瀬さんが取ったっていうので、まあ、ここが大きいんですけど、ただね、実は今岩手1区って立憲民主党の品武さんって方が、あの前回小選挙区不正してるの、だ立憲が本来強いというか品武さんが強い例なんですよ。でも盛岡では広瀬さんが勝ってます。へー、品武さんが応援に入りませんでした。なんで内紛です。そんな仲がめちゃくちゃ悪いんですよ。はい、まあこれね後で岩手立憲 vs 品武っていうのちょっとやりたいなと思うんですけども、まあ、ただね、まあ、それ以外のところで言うと、まあ、かなり盤石になってきましたよと。木戸口さんの支援体制として、まあ、野党挙党他のエリアとかあんましてないみたいな話だったと思うんですけど、このタッソ知事がものすごく影響力強いんで、まあ、タッソ知事の講演会を通じて例えば共産党さんとかと結んだりとか、連合と結んだりとか、まあ、そういった感じで、まあ、こう連合はね共産党と組むのやめろみたいになってるんだけど、一応政策協定とかこうタッソ知事の講演会を中心にやってきましたっていうところで、社民も共産も応援入るし、立憲はもちろんだけど、でプラス、まあ、国民民主党は推薦はないけど、まあ、一部の団体、国民民主党の党員とかいる団体とかはこの、ね、今回木戸口さんの方に入ってたっていう話だったので、割といい体制で始まりましたと、はい、で小沢一郎さんも言ってました、あのこれだけのメンバーが集まり負けるはずがないってね、そ振りになってんじゃん、ね、あの衆院選の時のあの辻元清美さんと一緒ですね、維新が眼中にないっていう、もう綺麗なね、もう振りとオチが決まったっていう感じなんですけども、まあ、こんなこと言われておりましたと、うん、はい。
で、一方ですね、まあ、広瀬めぐみさんに関しては、うん、まあ、選対本部長平野達夫さんって、これ小沢一郎さんを倒した時の同じ方です。あ、そうなの。はい、この藤原さんの倒した時についていた方で、この方はもともと小沢さんにもずっとついていた方で、小沢さんの選挙も知り尽くしているもう方なんですよ。で、この方がもう中心になってやっていて、うん、もうほんとドブ板選挙みたいなのできるんですけども、でしかもね、これ盛岡が大事だっていうのを分かってたんで、うん、これ広瀬めぐみさんって盛岡出身で、うん、で、かつこう女性っていう、で、しかも弁護士の方なんで、こう不動票取りに行けたりとか、うん、そして県内初の女性参議院議員を目指しましょうみたいな感じで、こうあんまこう無党派層にも届けられるようなもう候補者を選びに行ったっていう、うん、もうなんか、もうなんか、もう名誉で俺がみたいな人じゃなくて、はい、ちゃんと勝てる人を選びに行ったっていうところはまず一つ強かったのかなっていうところですね。しかも盛岡で勝てる人を選びに行ったと。で、これ邪推なんですけど、篠田武さんとこの広瀬めぐみさんは同じ高校。あ、そうなの。なんで、邪推です、これは。へなんですけども、もしかしたらそこで何かあるのかっていうところもあるかもしれないっていう、はい、感じですね。はい。で、岩手にめぐみってキャッチフレーズなんですけど、それはあの茂木さんっていうね、あの幹事長がつけたっていう、ああ、茂木幹事長が、はい、とこになっております。はい、なので広瀬さんはもうすぐバックアップ体制とかもこのね、2区、そして3区の藤原さんも全面的に応援してってとこでやっておりましたと。はい、じゃあここからじゃあ岩手立憲別品武志、はい、行きたいなっていうふうに思うんですけども、何揉めてるのかというと、まず訴訟をしてます。立憲民主党の岩手県連がこの品武志さんに対してもうあの3300万円損害賠償を求めて訴訟してますと。そうなんだ。はい、で何があったのかというと、まあ、元々国民民主党と立憲民主党がこう合併して新立憲民主党になってるってあのよくわかんないやつがあるんですけども、その時、両方小沢さんも篠田さんも国民民主党にいましたと。で、旧国民民主党の岩手県連の資金を、まあ、自身の政治団体に移しましたっていうとこで、ただ、篠田武さんからすると、いえいえ、ちゃんと常任幹事会で承認得ましたよと言ってたよって。で、そこで今こう揉めてると、とにかく、はい。で、まあ、ずっともう訴訟化されてる状態だったんですけども、まあ、再選期間中接戦と報道流れましたと、うん、取り下げます、シナさん応援入ってくださいみたいな感じのことやろうとしたんですよ、うん、そしたら、いえ今だけやんだよみたいな、拒否されたので、これ拒否が起こりましたと。で、過去に2回和解しようとしたんです、それも失敗します。もうそれはバチバチしましたと。で、なんでシナさん拒否したのかっていうのは分かるんですけど、2021年に、まあ、衆院選挙、まあ、岩手1区でシナさん出てましたと、うん、その時にあの佐野理恵さんっていう方を小沢一郎さん系がもう擁立しようとして、もう立憲民主党はもうシナさんじゃなくて佐野さんに行きます、現職です、シナさんのこと普通優先じゃないですか、うん、ただもう別の人を立てようとして、30歳の若い女性のね、佐野理恵さんって方を立てようとしてみたいな。で、最終的に立憲民主党の本部がいや、シナタケシで行くってなったから、まあシナタケシになったんだけども、もともとね、だからこれもし、本部がもうがっつり握られてたら、シナさんはこう立憲民主党公認出れなかったかもしれないっていう、ね、結構ピンチな状況があります、うんうん、最終的に小沢さんは本部の言うことを聞いたっていう感じなんですけども、うんうん、で、さらに立憲民主党の県連大会で、それこそあの旧国民民主党からね、新立憲民主党になって、うん、そこで、まあ、県連大会最初岩手県で行われます、うん、その時にシナタケシさん行ったんですが、拒否されるっていう、見させてもらえないっていう、あ、そんな感じなんだ。そういった状況もあったりとかして、もうもうすぐバチバチだったんですよ、うん、で、結構遡っていくんですけども、シナさんはね、国民民主党一応離党してるんですよ。あ、そうなの。これなんでかっていうと、うん、国民民主党に小沢さんにもう自由党あったんですけど、はいはいはい、小沢さんが入ってくるってなった瞬間、嫌ですって言って投げる。めっちゃ嫌いじゃん。ずっと嫌いじゃん。嫌ですって。あ、そうなの。そう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 。で、こういうね、もうバチバチがあるんですよ。岩手立憲 VS というか、じゃあ小沢一郎 VS だね。そう、もう嫌いなの、シンプルに。はい。なので、今回、シナさん一回も応援入りませんでした。はい。ずっと、あの、じゃあ何してたのかというと、うん、一応、あの、岩手県以外でずっと応援されてましたっていう感じで、ね、宮城の方入ったりとか、はい、長野県行ったりとか、あ、全国イレクの校舎の応援入ったりとか、してましたっていう感じなんで、だこのシナタケシさんとここがね、仲良ければもしかしたら、この盛岡をね、立憲民主党が制することができて、木戸口さんが勝ってたかもしれないっていう感じなので、一応来年ね、岩手県知事選挙でまた達増知事出るか出ないかみたいなのあるんですけども、達増知事が出てもまだ普通に強いので、うん、まだ勝つんじゃないかというふうに言われてるんですけども、まずここが収まるのかどうかっていうのも、うん、まあ、かなり注目になってきますっていうところで、まあ、小沢一郎王国の崩壊、まあ、今後どうなっていくのでしょうか。怖いね。はい、復活することはあるんでしょう。確かにね、はい、取り戻すことは全然あるんでね、いろんな歴史上でも、はいはいはい、
今後小沢さんの動き、まあ、どうなってくるのかちょっと注目でございます。ぜひチャンネル登録そしてグッドボタンよろしくお願いいたします。